はい、では、ちょっと単発的な動画になるかもしれませんが、これはなんだっけ、RPG スクールですね。スーパーファミコンの、ですね、これをソフト2つ買いまして、ちょっと500円のギフト券っていうのがちょっとあったので、で、それでちょっとネットショッピングをでちょっといろいろ見てみたんですけど、その中にこの、RPG スクールのソフトが、500円のギフト券があったんですけど、もう2つ買えそうだったので、送料無料で。なので、これを買ってみて、どんなデータが中にあるのかっていうのを見てみたいと思います。やるのかやらないのかはわからないですけど、まあ、やるかもしれない。まあ、どこまでね、どういうデータがあるのかもわからないんですので、ちょっとね、事前に調べてもいません。どんなデータがあるのか、ちょっとわからないですね。確かね、ゲームを押してユーザーデータがあれば、どこで見るんだろう。おっと、なんかあるな。これですね。はじめから、ユーザーゲーム。サンプルゲームっていうのはもともとあるものなので、これは違うんですけど。このユーザーゲームです。まず一本目の、誰かの黒歴史。開いてみましょう。ファンタジーワールド。いやー。よくみんなね、こういうの作りましたよ。自分は、あれがワイバーンか。アルス、あー、さっきのデータにあった。あれですね。キラ、あー、さっさと倒しまおう。やつの弱点は何かわかるか。皮膚が薄いから直接攻撃が一番よ。来るぞ。お、いきなり戦闘だね。何にも持ってないですね。何も持ってないんでしょうね、多分ね。ポロンっていうのが MP が高いアイス。お、なんだ、なんかゲームバランスが良さそうなんですけど。ん？反撃した。お、倒した。経験値は入らない。最初の、ワイバーンを倒して町に帰ってきた。ありがとうございました。これでこの町にも平和が訪れます。これはお礼です。200ゴールドを手に入れた。なんでしょうね。おいっす。これシリーズでやるの、これ。マジか。でも、ちゃんと作り込んでるよ、これ。君たちもシレーヌ城へ行くつもりなのか。何ですか、シレーヌ城って。おー、なんかすっごいゲームバランスいいな。これは何？薬草ポーション、キュアツール。ベルントの花。薬草とポーションが混じってるね。キュアツール。キュアツールってなんだろうな。なんかもうここら辺でちょっとそんなに回復量がちょっと多いぐらいなんですよね、ポーションがね。キュアツールってなんだろうな。値段が高いんだよな。話しかけだっけ？あ、うん、普通だ。
ここは何でしょうか。お城では強い人たちを集めてるんだって。南へ行くと大きなお城があるよ。シレーヌ城か。これ、壺は調べられなさそうですね。壺とかそういうのはないみたいですね。宿屋が広いな。右のスペースなんだろうな。いらないだろうな。おっと、なんだ。ここまでの冒険を記録してもいいんですか？はい。ドラクエ感が強いぞ。なんかありそうですね。こういうところには何かがあるっていうのは、RPG 作る、ここね、やる、作る人間にとっては、やりがちなんでしょうけど、ないですね。意外と、いいものを引いたかもしれない。はい、そうですね。まあ、とりあえず、でももうちょい、どうしようかな。ですね。最初は、とりあえず進めてみてっていうか、データがあるかを確認するだけの動画にしようと思って、それで、まず1本目をね、起動させて、すごい操作がやりにくいので、まあ一人にめっちゃ持たせてるけど。でですね。で、まあとりあえずデータがあって、いいものだったら、ちょっとプレイする動画を撮ってみようかなと思ってたのと、もしデータがなかったら、二つ買って、二つともデータがなかったら、自分で軽い短編 RPG でも作ってみようかなとか思っ、装備できない？俺。装備できない？と思ってたんですよ。だから、まあ、とりあえず、いきなり当たりを引いてるっていう、この、ちょっとありがたい、ね。全然装備ができないんだけど。なんでこれできんの？ヤオっていうキャラにもできましたね。なんでなんでしょうね。ポロン。ポロンは何が装備をできるんでしょうか。他になかったっけ？ないのか。ちょっと外にだけ出てみましょうか。装備できない、できるできないの基準がわかんないな。なんだろうな、なんでできないんだろうな、上二人は。もっといいものがあるのかな。とりあえず一回外に出てみましょう。どっから出るんだ？話しかけたね。上の人だもんね。どっから出るんだ？よくわかる。外に出るっていう、その、ところをね、こう、一マス一マス設定するの結構めんどくさいんですよね。このゲーム、ね、こういう系のゲームって。だからまあこう一つにしか作らないとかありがちなんですけど、ゾンビスライム、ジーラット。って意外と強いな。これが一体どこまで作られてるのか、強っ。っていうのがちょっとね、わかんないですよね。
なんかバランスがいいっていうより強いな。倒したけども、まあでもバランス悪くないな、悪くないな悪くないですね。ちょっと難易度高めのドラクエ的な、ドラクエっていうかまあ RPG か、ちょっと難易度高いRPG って感じがします。よし、もうとりあえずなんか やなんかやってもいい気がするなまあちょっと今回の動画はなるべくすぐ出すつもりなので、まあちょっとどうするかは後で決めますか。はい、ということで1本目終了ということにしましょう。はい、ということでもう1本あるので、もう一本に何が入っているのか、確認したいと思います。さあ、もう一本。別なソフトです。入ってるかな？こういうパターンもあるもんね。大事にしなきゃね。そうだよね。そうっすよね。こうなっちゃうとないんですよね。ユーザーゲームは選べるんですけど、サンプルですよね。あー、なにこれ。うわ、怖。バックアップデータが消えた？ん？ちょっと待って、何これ？バックアップデータが消えたというのは、ここのセーブデータが消えたってこと？何がある？なんかある？戻れなくなるし。戻れなくなるんだよな。怖いな。なんか陸地がある。陸地はあるんですけど、なんか突然海の中から始まったので、どうやったら戻るんだ。リセットしかないな。うん。何かわかんないんかな。わかるものはないですか？何か作ってるっていう痕跡が。初期、ない、なんもなさそうですね。多分なんもないんでしょう。データが消えたんでしょう。多分。ちょっとすべての、これ消してみようか。ってなるとどうなの？なあ、同じか。ってことは消えてたんですね。はい、ということで、2本目は外れでした。1本目が当たりっぽいんで、まあ、ちょっとやってもいいような気もするんですけど、ちょっと迷ってます。どっちも外れだったら作る、なんか短編を作る気もあったし、でもまあめんどくさいのはすごく分かっ、昔経験してるんで、自分がやったのはプレステ1の RPG スクール3だったかな。まあそれで軽く作っ
ってみたことがあって、でも、めんどくさくて途中でやめて、なんてことはない。もう、ひどいプレイを、ひどいプレイでか。こんな感じで終わっちゃったんですけど。そうですね。まあ、ちょっと考えておきます。作るとなると、そうですね。もう、RPG っぽいものは多分作らない、作れないと思います。そうだな。なんか、ね、小ネタに走るんだろうな。小ネタに走って10分、15分。まあ、すぐクリアできる定型のものを一本作って終わりになるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、RPG スクールを、ネットショッピングで買って、誰かの黒歴史を見るというコーナーでした。ご視聴ありがとうございました。